ラフページのすごくいいところです。今までいろいろ楽しんで、まあ、ワクワクするような仙台はあったんですけど、今回新しい店舗になるとまた変わった変わり種の仙台をこういう種類が増えてくるのが面白いなと。新しい新店舗のあれは、まあ、本当に内装もすごく綺麗 でいろんな生き物もいて、で、まあ、変わらず店員さんもみんなすごい親切でいろいろ教えてくれるので、誰が来てもすごくいいところかなっていうのはあります。今後期待していることは、まあ、このまま変わらず店員さんたちが本当にすごい親切に教えていろいろ教えていただけることと、あとはまあ今後もいろんな生態、あと時々珍しい生態など、そういうのがいっぱい入ってくることを僕は期待します。綺麗で大変賑わっております。昔に戻った懐かしい感じとともに、新しく新鮮な気持ちでいっぱいです。レプタイル東京は、種類販売だけではなく人と人をつなぐ大事な場所だと思っております。そちらの方でさらなる発展を期待いたします。お疲れ様です。お疲れ様です。レプタイルズ東京始まってどうですか？これね、初日、まあ、昨日のプレオープンも、ね、含めてだけで本当にたくさんの人に来ていただいて、だからまあ、あの待ち望んでもらってたんだなっていうのはすごい実感しますね。やっぱりなんていうのかな、こう爬虫類好きな人が集まってきてもらって、だみんなでワイワイして、まあ、そういった空間をね、こういった形で提供できているのはすごい嬉しいことだなとは思いますね。今後の展望、まあ、個人的なところの話で言うと、昔からすごいやりたいなって思ってたことがあって、今それが少し形にできそうな感じなんです。なんで、あのそれをね、まあ、あんまり具体的なことはちょっとまだ言えないんですけど、すごく端的に言うんだったら、ユーザーの皆さん、まあ、飼育者の皆さんと飼ってる子たちの爬虫類、両方のクオリティオブライフを上げる手伝いみたいなことができるんじゃないかなっていうような企画をちょっと今頑張ってね作ってると、まあ、そういったことをやっていきたいなと思ってます。まあ、それはね、少しまだ時間がかかっちゃうと思うので、期待して待ってていただければ面白いものを、皆さんにお届けできるんじゃないかなと思いますね。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。はい、久しぶりの店舗営業ですね。そうだね。初日どうでした？いや、やっぱグランドオープンめちゃくちゃ並んでもらったし、めちゃくちゃ人入りました。もう最初何時間、今夕方だけど4時間5時間は常に喋りっぱなしで喉が痛いです。久々に喋りました。準備は大変でしたか？オープン中めちゃくちゃ大変よ超大変だった、マジでやることいっぱいもうね、新しい、まあ、システムだったりとかいろいろ入ってるめちゃくちゃ大変でした。1日2、3時間しか出てない。ありがとうございます。じゃあ残りの時間も頑張りましょう。残りの時間頑張りましょう。ありがとうございます。頑張ります。はい、じゃあね。東京に貢献してくれますね。はい
か。